レッドソックスは16日に外野手の吉田正尚が3日にマサチューセッツ州の病院で右肩関節心の修復手術を受け成功したと発表した。患部は昨季途中から痛めていた。吉田はメジャー2年目の今季は主に DH で出場した。左手親指の付け根を痛めて長期離脱を経験し、108試合で打率2割8分10本塁打56打点といずれも昨季を下回った。野手も手術なんだな。お大事に。無理してんだろうな。大丈夫か？トレードする前に手術？トレードしないから手術？どっち？マジか、開幕までに間に合うのかな？オフに完治できるんか。マッチョマンだから手術ではなく改造。怪我していたから DH だったのかな？結構悪かったんやな。道理で守備につかなかったわけだ。万全の体調で次のシーズン迎えられれば。投げれるようになればたまに外野できるかな。メジャー行くと手術する選手が多いな。戦力外かな。メジャーは厳しいから。そろそろやっぱ使えねえやってことで放出されるんじゃね。手術公表するということはまだボストンにいるってことだな。昨年より下がったと言ってもメジャーで2割8分10本はすごい。この右肩関節心って、投手では致命的な怪我と言われてるけどな。来年は三冠王を取ってほしい。来年は規定打席到達と打率3割目指していってほしい。大事に扱ってもらえないなら今のうち自分の体メンテナンスしとけばいい。本来もっと上の成績狙える人。来季も守備しないのかな。DH 専用機なら球団はトレードしても不思議はない。来年はヒットメーカーに戻って打率のタイトルを争ってほしい。来季はレフトでも試合に出られればチームにとっても吉田本人にとっても良いな。3日にした手術を16日になってやっと報告する意味は何だろう。来季チーム内での立ち位置がかなり厳しい状況やけど万全な状態の吉田が MLB でどこまで通用するのか見届けたい。最近吉田の名前聞かないと思ったらそういうことだったんやな。手術成功してよかった。